新生徒会役員の紹介と初心演説会を行います。まず4役の紹介をいたします。会長は2年4組の山根豊樹君です。そして副会長は1年4組の中野恵美香さんです。初期が1年7組の薮田敦志君です。そして会計が1年8組の黒木亮君です。以上の4役で新生徒会役員の紹介といたしました。続きまして初心演説をしていただきます。それでは会計の1年8組黒木亮君、よろしくお願いします。あいつが黒木。皆さんこんにちは。今期から生徒会会計を務めさせていただく1年8組の黒木亮と申します。よろしくお願いします。まず皆さんの清き一票のおかげで、こうして生徒会会計となることができました。本当にご協力ありがとうございました。僕の今後の、主な活動としては、関係の、会計の担当であるので、お金の管理はもちろん、さまざまなことにチャレンジしていきたいと思います。また先日の演説で、お話しした通り、この奈良育英高校には生徒が学校側に意見や要望をするということができる目安箱のような仕組みは現時点ではないので、目安箱を設置するということを目標にして精一杯頑張っていきたいと思います。この会計という仕事を発表していきますので、この応援よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして初期の1年7組薮田敦志君、よろしくお願いします。今回生徒会初期を務めさせていただくことになりました1年7組薮田敦志です。今回は初心表明ということで、これからの意気込みをお話ししたいと思います。まず第一に、前にもお話ししましたが、僕は目安箱を設置しようと考えています。先日生徒会で少し話し合う機会があったのですが、かなり多様な意見が出ていて、思い描いていたことが現実に近づいているような気がし、少し嬉しかったです。また偶然にも会計の黒木君も目安箱の設置を進めていこうと考えているようなので、いろいろな意見を一緒に出し合っていけるのではないかと考えています。実現に向けて尽力していこうと思っています。第二に、僕は生徒会という代表の立場でも一人の非力な生徒であるということを忘れないでおこうと思います。何が言いたいかというと、全校生徒の一人として意見を出し、意見をしっかりと聞いていきたいということです。僕は別に自分が作りたい学校を作ろうと思っているわけではないです。皆さんが過ごしやすい学校を作りたいです。全校生徒の一人として頑張っていくので、皆さんも生徒会と一丸となって意見を出したり活動をしてくれることを望んでいます。皆さんと一緒に学校を作っていきたいです。これからよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして副会長の1年4組中野恵美香さんです。よろしくお願いします。こんにちは、中野恵美香です。改めて副会長承認ありがとうございました。承認されて自分自身すごく嬉しい反面、不安や緊張などがありますが、この1年を通して自分自身成長できたらいいなと思っています。初めての経験ばかりでわからないことがありますが、この生徒会メンバーで1年間で少しでも今よりもっといい学校になるように励んでいきます。一つ一つの行事を皆さん自身が楽しめるようにしていきます。すぐに変化が起こるとは限りませんが、一歩ずつ頑張っていきたいと思います。気軽に意見や思ったことなど設置予定する目安箱に意見を入れてください。その意見によって皆さんが考えていることを生徒会メンバーで話し合いながら、より多くの皆さんの声を反映することができたらいいなと思います。1年間頑張りますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。ありがとうございました。最後に会長の2年4組山根豊樹君、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。新しく生徒会長になった2年4組の山根豊樹です。僕は選挙の時に生徒中心で動かしていける学校にしたいと言いました。今回皆さんに承認していただいたので、生徒中心に動かしていける学校にしていきたいと思っています。そのためには皆さんにもしっかり意見を聞いていくことが大切だと思っています。そして早速いろんな方々にいろんな意見を言っていただきました。その内容にはルールを変えてほしいということや、金賞祭などに高野祭を開いてほしいということがありました。僕はその意見をしっかり実現していきたいと思っています。しかし新しいことをしていくには、今あるルールや行事をしっかりこなしていくことが大切だと思っています。今あることをしっかりこなし、新しいステップに移っていくためにも、皆さんと共にいい学校にしていきましょう。そして今年の生徒会は1年生が中心で、いろいろ慣れない部分があると思いますが、僕は今までの経験を生かししっかり引っ張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん、新生徒会4役に激励の意を込めて拍手の方よろしくお願いします。ありがとうございました。以上をもちまして、新生徒会役員の紹介と所信演説会を終了します。ありがとうございました。